哀れ、心なきハートレスは心を集める。怒りのキーブレードは心を解き放つ。心は闇に集い、やがてキングダムハーツとなる。主を亡くした人の心が織りなすキングダムハーツ。我らはキングダムハーツと共に完全な存在となる。本日は記念すべき日となる。我々に新たな仲間が加わることとなった。14番目だ。キーブレードに選ばれし者。生まれて7日間。ロクサスという名前と、13という番号だけが自分の全てだった。だから、みんなが何者で、何をしようとしてるのかも、俺にはまだわからなかった。しっかりやれよ、アクセル。うん。しっかりお役目果たしてくるぜ。行くぞ、ロクサス。ん？どうした？あいつのことが気になるのか？あいつは確か…ナンバー14、シオンだ。シオンね。シオン…記憶したか、ロクサス。ああ。じゃあ、俺の名前は？アクセル。俺たちのボスの名前は？ゼムナス。そりゃ忘れるわけねえよな。じゃあ行くか。ほら、ご褒美だ。このアイスの名前覚えてるか？シーソルトアイス。前に教えただろう。ちゃんと記憶しとけ。しょっぱい。でも甘い。ロクサス、お前この間も同じこと言ってたぞ。そうだっけ？よく覚えてないな。そういえば、お前が機関に入ってもう1週間ぐらいになるか？そうかもしれない。かもしれないって、そんなことも覚えてないのか。ま、お前もようやく機関のメンバーらしく任務に出るようになったってわけだ。機関のメンバー？そういう意味じゃ今日が始まりみたいなもんかもな。始まりか。機関の目的は、ハートレスを倒して心を集め、キングダムハーツを完成させること。それが何で、何に使うのか。心が何なのかもわからない。存在しないもの、ノーバディ。俺たち機関のメンバーは、心を失って生まれた。心がなければ、
存在してないことになるのか。キーブレードは心を解放する。そんなものどうして俺だけが使えるんだ。毎日同じ場所の往復、本格的な任務になれば他の場所にも行けるらしいけど、世界を隔てる壁は越えられない。だから俺たちは闇に抜け道を作るらしい。今のは？今のはこの町の子供だろう。みんなあんな風にするものなのか？あんな風にって？ああやってみんなでかけたり、それから騒いだり。そりゃ心があればするもんなんじゃないのか。心。俺たちもアイス食べるか。どうして？どうしてって、そりゃ友達だからさ。友達。友達は一緒にアイスを食べたり、くだらないことを話して笑ったりする。例えばさっきの奴らみたいに。ほら、行くぞ。なあ、ロクサス、次の任務終わったらまたここでアイス食べようぜ。城と任務の往復だけじゃつまらないだろう。そうだな。友達か。しばらくこのアイスも食えないな。え？明日からしばらくここに来れないと思う。そうか。お前は友達だから言っとくけど、忘却の城に行くことになった。忘却の城？機関はもう一つ、狭間の世界に城を持ってる。それが忘却の城だ。記憶したか？そんなところがあるのか。今日は先帰るわ。いろいろと面倒くさい準備があるからな。アクセル、ゼムナス様からの伝言だ。忘却の城に行ったメンバーに裏切り者がいる。見つけ次第始末しろ。それ本当にゼムナス様からなんだろうな。アクセル、アクセルならもう行ったぞ。これどうしよう。ロクサス、今日も頑張ろうね。ああ、行こう。驚いた。シオンもキーブレードが使えるんだな。私もびっくりしちゃった。じゃあシオンにご褒美だ。え？
特別な場所。こんなところがあるなんて知らなかった。はい、これ シーソルトアイス、食べてみて。うん、甘くてしょっぱい。でも美味しいだろ。いつも任務の後、アクセルと一緒にここで食べる。アクセルがこのアイス好きなんだ。ロクサスも好きなんでしょ。うん、機関に初めて来た時、アクセルとこの場所でアイスを食べたんだ。それから初めての任務の後、アクセルがご褒美だってアイスを食べさせてくれた。さっきのロクサスみたいに。あ、二人は本当に仲がいいのね。アクセルは友達だから。友達、私も友達になれるかな。アクセルが戻ってきたら3人でアイスを食べよう。うん。忘却の城で何かあったって話だけど。お前には関係ない。アクセルは？さあ、消滅したかもしれないな。なあ、ハートレスが消えたらどうなるんだ？心が残る。そして大いなるキングダムハーツに集まるって話。じゃあ心のないノーバディが消えたら？何も残らない。もともと存在しているものではないからな。忘却の城で消滅したメンバーも？何も残らない。消えたらもう会えないってことなのか？その通りだ。帰るぞ。え、ああ。なんだ